電気を無駄なく流して本来の性能を引き出すナノカーボンシリーズ。ナノカーボンはあらゆる機器の端子やコネクタなど凹凸がある接触部分をナノメートルサイズのカーボン粒子で埋め滑らかにすることで、バッテリーの持ちや画質、音質、ノイズや動作スピードを改善する簡単便利なエコ製品です。パソコンの RAM は通信速度がアップ、外付けハードディスクはデータ転送速度がアップ、マウスは動作反応がアップ、テレビは受信感度や画質、音質がアップ、電動シェーバーや電動歯ブラシは動作スピードがアップ、もちろんゲーム機器にも。スマートフォン、携帯電話は充電持続時間、動作反応がアップ、イヤホンは音質がアップ。使い方はとっても簡単。まずナノカーボンを行う製品の電源を切り、付属のワイパーで金属部分のホコリやゴミを拭き取ります。ナノカーボンのボトルを軽く振ってオイルとカーボンを攪拌、キャップを開けて付属の専用綿棒にナノカーボンを少量つけ、導通部分に薄く塗ります。この時厚く塗りすぎてしまいますと逆に導通の妨げになってしまうため注意が必要です。また新品のように凹凸が少ない表面や深すぎる傷だと効果が出づらい可能性があります。金属の接触部分を 2,3 回抜き差ししてナノカーボンをなじませたら完了。使い方次第では長期に改善効果が持続します。あらゆる製品に対して様々な活用が可能なナノカーボン。従来のナノカーボンに改良を加え、長期安定性、また持続性を向上させたハイブリッドナノカーボンも。ナノカーボンとハイブリッドナノカーボン、いろんなところに手軽に使いやすいリキッドタイプと、シュッと塗布するだけ狭いところに使いやすいスプレータイプをご用意。これ一つで周りの電化製品を簡単にリフレッシュ。バッテリーの持ちや画質、音質、動作スピードを一気に改善。電気を無駄なく流して本来の性能を引き出すナノカーボン。